グローユアビジネス、トランスフォームユアライフ、アパルオイサルポッドキャスト、ジョブラグシコ。はい、ええ、こんにちは、ポロです。今日はですね、海外在住者は副業すべしという話をしていきます。まあ、このチャンネル聞いてる人ですね、アナリティクスを見てみると、まあ、いろんな国のね、人が聞いてくれてるようなので、おそらくね、海外在住の人も。 多いんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、そういう方々ですね、ぜひ、まあ、自分の国の物価ですね、今どんな感じでしょうか。カナダはですね、本当に、まあ今年に入ったぐらいからですかね、急激になんか物価が上がったような印象があって、家賃もそうだしね、まあ、日々の生活費もそうだし、ガソリンもそうだし、もうあれってあらゆるものがですね、すごく、まあ、値段が高くなったんですね。でまあ、カナダに関して言えば、最低賃金も上がってるのは上がってるんで、 まあ決してね、その収入が全く増えてない。日本とかだとね、物価は上がったけど、収入はほとんど増えてないっていう状態だから、よりまあ状況としてはね、悪いのかもしれないですけど、まあ、そらく同じような国が多いんじゃないかなと思うんですね。物価が上がったみたいな。でも最低賃金が上がっても、それは最低賃金だった人の収入が増えるだけで、今ね、最低賃金以上もらっている人の収入が増えるという意味ではないので、必ずしもね、その生活がまあ豊かになるとかっていうわけではないんですね。で、僕もですね、まあ、 基本的に我が家は僕一人の収入でね、まあ、生活してるんで、まあ、なんとかおかげさまでね、サラリーマン時代の何倍も稼げるようになったんで、まあ、なんとかやってはいけてますけど、もしこれがね、僕は当時のウォルマートとかで働いてるときの、ね、収入だったら、とても生きていけないぐらいの、やっぱりね、すごい物価の上昇なんですね。で、今こういう状況だったら、やっぱりね、こう自分の力で稼ぐってこともしないと。仮に、その、どっかの会社で、 働いていててるにしてもですねやっぱりエクストラで収入がないときついと思うんですね。でこう日本とかでもニュースになったじゃないですか海外出稼ぎみたいな話になったと思うんですけど現地の物価を考えるとですねそれだけでは十分ではないことが多いですね。特にまあ海外ってまあ欧米系の国ですねレストランで働いたらチップがもらえるからこのチップが結構ねかなり大きいんですよ。サーバーとかそういうことやってる人っていうのはチップが主な収入源に。 なったりするんでどちらかというとね、この給与よりもチップの方がメインの収入源になったりすることが多いので、確かにそういう点においては、収入はね、まあ、ちょっと高いというか、結構稼げるのは稼げるんですけど、その後のこと考えてますかってことですね。ずっとじゃあ今後20年、30年ずっとサーバーやり続けるんですかとかね、ってことを考えないといけないし、日本人はやっぱりね、言葉の壁があるんで、現地のローカル企業にね、働きたくても、そういうのでそもそも採用してもらえない。 ネイティブレベルのね、英語力を持っていても、レジュメを送ってもね、履歴書ですね、履歴書を送っても、100社中ね、10社こう返事が返ってくればいいかなぐらいの、まあ、それぐらい狭きもんなんですね。なので、その後のキャリアアップ、例えば今の仕事をずっとね、もう死ぬまでというか、引退する前続けていくっていうんであればいいですけど、そうじゃない場合っていうのはね、どっかでキャリアチェンジしないといけないわけです。だけど、その時にスキルも何もね、経験も何もないんだったら、キャリアチェンジは結構難しいと思うんですね。 万が一、まあ、コロナじゃないですけど、何かしらの不足の事態で、今の仕事がなくなった時に、ね、食っていけるだけの、まあそういう食いぶちを見つけることができるのかってなると結構厳しくかったりするわけですね。で、副業である程度エクストラで稼いでいれば、まあ、そのエクストラの、ね、余剰分を貯金に回したりとかもできますし、何よりも一番いいのはですね、やっぱりこの自分の力で稼ぐっていうね、ビジネスのスキルが身につくってことです。これは仮に、その、 あと、企業とかを目指してなかったとしても、やっぱりそういうビジネスのスキルがある人っていうのは、まあ、こう、企業から求められるんですね。例えば私は、ウェブマーケティングで、こういうふうにやって集客してね、自分でこうやって稼いでましたって言ったら、おそらくそういう人材欲しいっていう会社多いと思うんですよ。どうやってそうやってね、インターネットや集客してマネタイズしてやったのみたいな。うちの会社、そういうねインターネット系弱いから、うちで働いてよ、みたいな感じになると思うんですよ。 だからそういう点においても、仮にその後自分が企業を目指してなかったとも、こういうビジネスをやることによってですね、そういうスキルが磨かれる。で、そのスキルっていうのは大抵の場合、いろんな企業が必要としているようなスキルだったりするんで、仕事が見つかりやすかったりするわけですね。アドバンテージが十分あるわけですよ。だからそういう点においても、やっぱりね、スキルを磨いていきましょうっていうのはあるわけです。そうじゃないと、本当に働ける仕事が限られてきて、さらにまあ僕たち日本人っていうのはね、 海外に住んでる日本人ってのは定期的にやっぱり日本に一時帰国するわけじゃないですか。でもその一時帰国するお金がないとかね。あるいはこう一時帰国したら全部貯金がなくなっちゃうとか。もう一時帰国するために生きてるみたいな感じ。毎日ね、働いてるみたいな感じになっちゃうわけですよ。それだと困りますよね。やっぱそれも捻出しながらそれ以外のね、自分のやりたいことにもお金を使いたいってなると、やっぱりね、この固定給だけだと厳しい。まあローカルの結構いい会社に入ればね、固定給だけでもやっていけたりとかって、 まあ国によりますけどね、発展途上国はね、ローカルの方がむしろ給料低かったりとかするんですけど、まあ、先進国とかはやっぱり日系企業よりもローカル企業の方が給与水準がばんと高かったりするんで、そうすると、やっぱりねあの、給与水準の低めの日系の会社とかで働いてると、全然ね、固定されちゃうわけですか収入が。それはそれで理不尽なわけですね。これは過去にも言ったことあると思うんですけど、みんな安定収入、固定給がすごい魅力的だって感じる。 人が多いみたいですけど、僕は逆に理不尽だと思ってて、どんだけパフォーマンスが高くても収入が一生されてしまう、パフォーマンス高い人も低い人も一生されてしまう、同じ時間働いたからっていう理由だけで、一律で収入を決められてしまうことはすごく理不尽だと僕は思いますし、さらにね、そこから増やしたくても増やせないわけですよ。自分が収入をコントロールしてるわけじゃなくて、会社が収入をコントロールしてるから。だから増やしたくても、特にこの不合給とかね、 まあそういう仕事であれば別ですけど、そうじゃない場合っていうのは、まあ、例えば、どんなに頑張って働いてもね、1年後とか5年後にね、100ドル増えてるかどうかも分かんないみたいな、可能性もあるわけですね。ってなると、もう収入を増やす術がないわけですよ。その本職の方では。だったら、そういう、まあ、副業とかね、自分でビジネスをやって、それはその自分がやった分だけとかね、パフォーマンスが高ければ、その分だけの収入が得られるんで、そういった理不尽なね、 ここことととになることもななななるももいいいいしどんだけけ頑張っても収入が増えないみたいなことはないわけです、ね、やっぱりこの世の中の動きを見ているともう本当にこれ今物価が高すぎてみんなどうやって生活してんだろうなって思うぐらいもうこのリビングコストがねとにかく高いんですねなのでまあ本当にねこの流れっていうのはまだしばらく続くと思いますしさらにもう今ね会社勤めしてる人たちなんかはですねやっぱりこうそういったね日々の生活費を捻出するのも苦労してると思うんですよ。 で、旅行に行きたくても行けないとか、一時帰国したいけどね、家族いっぱいいたら、航空券とかね、現地の滞在費とかでものすごいお金かかるわけじゃないですか。じゃあ、そのお金どうやってすんのってなったときに、結構難しかったりするんですね。で、やっぱりおすすめはですね、インターネットを使ったビジネスっていうのが一番おすすめなんですね。お金がいらないから、この軍資金なくスタートできるから。僕は、こうか不こうか、ビジネスを始めたときはお金がなかったんで、お金がなくてもできる方法しか、選択肢がなかったわけですね。 で結果として、まあ、コンテンツ販売っていうものに巡り合ってね、そこでまあうまくいったわけですけど、まあ、同じような感じで、軽くね、リスクなく始める、経験を積むためって考えてもらったら、仮に稼げなくてもね、経験値は上がっていきますから、最初は経験を積むために、インターネットで情報発信、ブログとか YouTube とかね、ポッドキャストでもいいし、始めてもらって、商品がない人、物販とかでね、商品準備しないといけないから大変だと思うんですけど、そういうのがない人は、まあ、デジタルコンテンツを作って売るみたいな。 デジタルコンテンツも基本的に原価ゼロで作れるんで、売れなくてもリスクはないんですね。でもそういうのを作るって経験がすごく貴重だし、1個でも売れれば原価ゼロですから、利益になりますからね。さらに不労所得が得られるということなんで、やっぱり、まあ、インターネットで情報発信をしながらコンテンツ販売をやるとかっていうのが個人的にはおすすめです。やっぱりこの時間のない人が多いと思うんですね。特に本職がある人。 本職、まあ、集合で働いてね、9時5時とかで働いてたとしても、なかなかこうね、時間がないと思うんですよ。で、時間がない人こそやっぱ不老所得を作らないと厳しいんですね。そうしないと時間を使わないと収入が生まれない例えばコーチングとかコンサルティングってもいいんですけど、それは時間があるからクライアントが取れるとかね、時間があるからセッションができるとかってあるわけですよ。じゃあ時間がない人はもうセッションもできないしね、集客もできないってなっちゃうから。であれば不老所得。 時間ががななくくててもににお金が入ってくるみたいな感じすすればですね。だからサラリーマンこそそういう不労所得を作る方がおすすめなんで。サラリーマンで副業としてコーチコンサルとかねやってもいいですけどどうしても時間がない人が不利になっちゃうから。であれば時間がなくてもお金が入ってくるような仕組みを作っていく。それがコンテンツ販売ですし、アフィリエイトとかもね、風呂所得ではあるんですけど、個人的にはあんまりまあサイドビジネスとしてね、副収入の一つとして、 もっとくぐらいったらいいですけど、それをメインのビジネスにするのは、まあ、おすすめはしないので、まあ、かなりいろんな面でね、まあえー、リスキーな面も,面もありますし、難易度も非常に高いので、やっぱりコンテンツ販売とかがいいかなって思うんですけど、まだね、もしこの、えー、音声聞いてる海外在住者の人、 物価が上がってるなってこう認識があるけど、まだ何もね、やってない人っていうのは、まずは小さくてもいいから、何かね、情報発信からぜひね、始めてみてください。いきなり大きなね、変化ってのは訪れないですけど、そこをね、もう繰り返し繰り返し、諦めずに継続していると、徐々にそれがね、収入につながってきて、最初は小さかった収入がどん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 ね、増えていくんで、まあ時間をかけながら、長期目線で考えてやっていくと、本当に数年後はね、今と全然違う生活になってる可能性もあるんで、まあそこをね、ワクワクしながら、楽しみながらね、 やって,いくっていうのはすごく大事かなと思います。